スタールビーとは、オブジェクト思考スクリプト言語、ルビーの 2D ゲーム開発のための拡張ライブラリーである。星1によって開発された、スーパーファミコン風のゲームを開発することを目的としている。原職、過色、サイド変更、色相回転などの色調を変更するエフェクトや、拡大縮小、回転などの気化変換まで、豊富なエフェクトが自由に使える。 加算、減算合成、マスク処理なども可能である。スーパーファミコンのゲームでよく使われる投資座標変換をスター・ルビーでは簡単に実現できる。スター・ルビーの描画の基本概念はテクスチャと呼ばれるオブジェクトしかない。PNG 画像ファイル、最終出力画面、中間バッファすべてがテクスチャである。つまり、ほとんどの描画操作が テクスチャからテクスチャへの描画だけで済む。さらに、テクスチャ描画の際、描画エフェクトを自由にかけることができる。テクスチャは、フルカラー、アルファチャンネル付きの32ビットビットマップ。PNG 形式のファイルとして出力することが、可能である。キーボード、ゲームパッド、マウスに対応している。OG、WAV の形式に対応している。BGM の一時停止。 途中からの再生が可能。Windows、Linux、MacOS で動作する。各クラスはゲームに限らずなるべく独立して使えるように設計されている。例えば GUI ライブラリーである Ruby Gnome2 などのウィンドウに Star、Ruby のテクスチャーを描画することも可能となっている。MIT ライセンスを採用している。ただし、ライセンスが LGPL である。 SDL を使用しているので、それらを含めて全体としては LGPL となる。他の Ruby ベースのゲームライブラリー。ありがとうございます。